こんにちは、リースケです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、本日はレゴモンキーキット2022年夏の新作セットをチェックします。レゴモンキーキットは孫悟空や三蔵法師でおなじみの西遊記がベースになっています。レゴのオリジナルアニメシリーズでコミカルなキャラクターたちが奇想天外に暴れ回る冒険活劇になっています。世界観もキャラクターもそしてストーリーもすごく良くてめちゃくちゃ面白いですし、 YouTube のレゴ公式チャンネルではシーズン1とシーズン2を視聴することができるのでおすすめします。そんなモンキーキットの2022年の夏の新作セットがレゴ公式から正式に発表されましたのでチェックしていきたいと思います。欲しいなって思うセットがあったらコメントで教えてくれると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。まずは80037東のドラゴン、パーツ数は880、価格はレゴ公式で8280円、2022年6月1日発売予定になっています。西遊記に登場する東海竜王の物語からヒントを得た大きなドラゴンのセットになります。東海竜王って何ですかね。僕の知っている西遊記の範囲ではこのようなドラゴンは見たことがないんですが、おそらくアニメシリーズのシーズン3で登場するキャラクターになるのは間違いないと思います。モンキーキットシリーズでドラゴンのセットが登場するのは今回が初めてになります。忍者号などのシリーズでもドラゴンをモデルにしたセットはよく製品化されていますが、このセットのドラゴンはモンキーキットらしさが残るとても雰囲気のあるドラゴンに仕上がっていると思います。これは甲羅を背負っていると思うんですが、その上にはスプリングシューターが2個設置されていて、実際にミサイルのパーツを飛ばすことができます。その他にもモンキーキットが乗り込む如意棒潜水艦や、こちらはまだ敵か味方かはわかりませんが新キャラクターになると思います、東のドラゴンが乗り込むミニ潜水艦、そしてランブルが乗り込むマンタ型の水上ジェットも付属しており、こちらの2つの潜水艦にはどちらの方にもブロックを飛ばすことができるスタッドシューターが搭載されています。ミニフィギュア4体で左からランブル、東のドラゴン、タン、そしてモンキーキットが付属しています。続いては80038モンキーキットのチームワゴン、パーツ数は1406、価格はレゴ公式で 13,980 円、2022年6月1日発売予定になっています。モンキーキットの仲間たちが乗り込むワゴン車、そしてその上に2階建ての秘密基地を乗せた3階層構造のセットになります。いやもうパッと見なんだかもうはちゃめちゃなセットなんですが、いかにもモンキーキットらしいデザインだなって思います。まずは1階層目にあたるワゴン車両の部分から見ていきましょう。8ポッチ幅の車両になるので、おそらく運転席にはミニフィグを2体並べることができるのかなって思います。そして車体のサイドはこのように開け閉めできて、中からはスタッドシューター付きのミサイルを発射できるようです。レゴ公式の説明文によると、座席の下のボタンを押して餃子ブラスターを発動と書いてあるんですが、どの部分のことを説明しているのかは詳しくはまだわからないんですが、おそらくここの部分のことなのかなとは予想しています。そして車体の後部はこのようにキットが乗り込むゴーカートを収納するスペースが設置されています。続いてはサンディの飼い猫のモーをモデルにしたような外観の2階層目と、あとは黄色いコンテナをモデルにした3層目になりますね。車両部分とは切り離すことが可能で、レゴではおなじみのパカッと開けることができます。中を見てみますと狭い空間にいろいろなものがぎっしりと詰まっていますね。球台やアーケードゲーム、あとはバスケットゴールもありますね。細かいパーツでよく表現していますよね。こちらはキッチンスペース、そしてここはメイが乗り込むホバークラフトを収納できる場所になっています。この部分はこのように壁側を開け閉めできるようになっていて、ホバークラフトの発射台にもなるようです。こういうのかっこいいですよね。そして屋上部分にも、これはお風呂ですかね。あとは望遠鏡や盆栽ですかね。いろんなものが設置されています。そして2階部分はこのようにモーの腕の部分を回すことで顔の部分が開き、スプリングシューターでミサイルを発射できるようです。その他にも敵キャラクターのランブルとサベージが乗り込むトゥクトゥクも付属しています。個人的にはこのトゥクトゥク少ないパーツですがよくできているなって思います。ミニフィグは6体で、左からサベージ、ランブル、ピクシー、サンディ、メイ、モンキーキット、そして猫のモーのフィギュアが付属しています。最後は80039天上界、パーツ数は2433、価格はレゴ公式で 19,980 円、2022年6月1日発売予定になっています。雲の模様が印象的な天空に広がる大きな宮殿のセットになります。いやこのセットもまためちゃくちゃインパクトがありますよね。このシリーズではねよく利用されています雲の模様のパーツがありますが、今回新たに追加で採用されていますこのおそらくプラ製のプリントシートだとは思うんですが、これがものすごい印象的ですよね。天空のイメージを見事に再現していると思います。
正面の門もとても重厚感がありかっこいいですよね。向かって左側は庭園で小物も充実していますし、この桃の木もとてもよくできていますよね。向かって右側は炉ということで細かいパーツで作られているんですが、ちょっとギミックがあるかどうかはパッケージの画像だけだとわからない状態です。そして奥には天井階の宮殿があり、緑色の屋根だったり細かい装飾がとても雰囲気出てますよね。建物の裏側とかになんかありそうな予感はするんですが、こちらも現段階だと確認できる画像がないので発売してからのお楽しみになりますね。この左右にある庭園と炉の部分はこのように左右に広げることができて、レゴ公式の説明だと正面の門を押すことでという記載があるので、もしかしたら楽しい仕掛けがあるかもしれないですね。そしてこのセットのピース数が2433ということでかなりパーツ数が多いんですが、ちょっと過去のセットを調べてみたところ、2000ピース前後のセットってこの3つのセットになっていまして、見てもらいますと分かります通り、今回の天井階のセットはモンキーキット史上最大のピース数の大型セットの登場ということにもなりました。ミニフィグは8体で、左からナタ、アーラン、天国の聖、大上老君、モンキーキット、万人や戦士姿のモンキーキット3体と、そして聖なる犬のフィギュアが付属しています。モンキーキングが3バージョンも付属しているのは豪華ですよね。はい、ということでレゴモンキーキットの2022年夏の新作セットをチェックしました。今回チェックしましたセットはどれもモンキーキットらしいユニークでかっこいいものばかりだと思いますし、アニメシリーズに関してはシーズン3の新作エピソードが公開される予定だと思うので、この新作セットで登場した新しいシーンや新しいキャラクターたちの活躍や新しい物語、めちゃくちゃ楽しみです。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後の購入の参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。